コミュージック。クラスのみんなが知らないミュージック。悲劇とは言えないような今、それが僕の悲劇だった。一人描いた G シャツ、サビに入ると C シャープ、特技とは言えないようなギター弾いていたんだ。最後まで行こうよ。思ってることが全部伝わんなくても、最後まで行こうよ。リピートしてるのは一人描いたイメージ、頭ん中のステージ、この曲が弾けたら世界が変わる気がして、最後まで行こうよ。思ってることが全部伝わんなくても、最後まで行こうよ。 BPM の速い16のビート、少しアレンジ難解なフレーズ、僕にぴったりだ。最後までもうちょっと、たどり着く先なんてまだ見えないけど、最後まで行こうよ。ビートしてるのは16のビート、BPM の速い16のビート、この一瞬の16歳のお日々と。ありがとうございます。こんばんは。あ、こんにちは。東京事変改めまして東京チャランポランです。よろしくお願いします。ちょっとね、東京事変って名付けたのが川野くんで、その時点で僕はちょっと気に入らなくて。それで昨日哲くんにまあいい名前つけてもらえて、それで改名したって感じです。で、川野くんがちょっとチューニングしてる間に、まあ MC いろいろ考えてたんですけど、まあ取り前っていうこともあってやっぱ滑っちゃいけないなっていうのも感じつつ、昨日のなんかチチンベチンチンケベスみたいな、バンド名でなんか名前笑い取っていくスタイルみたいなも考えたんですけど、別になんか僕がチャランポランな話しか別に出てこなくて、それで時間取んのもなと思ってで、あとなんだろう、そうバンド名の由来も喋っ、ちょっと待ってくださいね。まあとりあえずいろいろ考えたんですけど、
まあ、特に喋ることないなとなんかのぞむくん、昨日ののぞむくんとか MC すごい良かったんですけど、なんか真面目な話できるほどシャナのこと知らないし、音楽のことも知らないんで、でもまあこの MC で最終的に伝えたいこととして、あの僕があの単位を犠牲にして練習を頑張ってきたその成果を見てほしいなっていう、そういうことです。お願いします。必修はあの3コマで、選択必修が2コマなんか こんな話してもなんかかわいそうになるだけじゃないごめん取り前なのに滑っちゃってごめんなさい。じゃあ次の曲どうぞ。ララ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 ラ
またチューニングに入るのでちょっと今度は私が喋ります。次の曲で最後の曲になってしまうんですけれども、次やる曲カラフルカラフルっていう曲なんですが、ちょっとみんなに一緒に歌ってほしいところがあるのでちょっと練習したいと思うんですが、協力してもらえますでしょうか。じゃあとりあえず手を挙げてもらって手拍子を、で私が先に歌うんでちょっと真似してやってみてください。ラー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 、せーの、ラー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 、もう一回いきます。ラー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 、ラストもう一回いきます。ラで、これがちょっと曲中何回か出てくるので皆さんぜひ手拍子しながら一緒に歌ってください。まだだね。ちょっと最初の MC で天海くんが自分のチャランポランな話をするのかなと思ってしなかったから、ちょっと一方的に私がうーくんをディスることになるんだけどディスるっていうかいやいやそう、チャランポランっていう、そう名前をね、その哲郎くんにつけてもらって、まあ、みんなチャランポランのエピソードの話なんかあるみたいな話をしてて、うーくんの日本語がチャランポランだねっていう話をスタレン中にしてて、まあ、彼すぐあれじゃないですか、1曲目あの16のビートっていう曲だったんですけど、16やつやろとか言ってなんやねんやつってとかなんとか身がどうたらこうたらとか確かに日本語がチャランポラン。そう、いやでも個人的に一番ねうくんがチャランポランだったのは今日の朝ですよ。今日のスタレン8時半からだったのに、彼寝坊したって言って9時10分に来て1時間しかないのに結局20分。できました？ OK、 OK です。じゃあいいですかね、最後の曲いきましょう。はい、寂しさは
二つの並んだ好奇心嫌いそれでよかった一目と並んだ日の月会える目を閉じるんだ ありがとうございました。